始まるよ。なんかちょっとギャオスがさ、今日なんか調子悪くてさ、なんかシートも出ちゃうからさ、もっと声張ってて、声いつも声張ってるやん。うん。ってことでサイクルモード今日ギャオスと2人でやります。じゃあなんかギャオス、あの今日ずっと MC 会場であの MC してて、まだステージやからさ、落ち着いた感じの MC しなあかんから、ちょっと今日落ち着いた感じでお届けしようかなと思って。いつまで続くねん。いつまで続くねん、このチャンネル。どうもやな。コギャオスでーす。さあ、サイクルモードでーす。あ、今年もやっていきました。ここからは、サイクルモードラジオで。今日なんでスリちゃん。あ、そうやろ、そうやろ。スリちゃん、手短に喋りますね、私の時間さん。はい。登場したコゲオスなんですが、はい、この度ですね、はい、高校受験が終わりました。よかった、新生活が始まることになりまして、あの、ちょっと引っ越すんですよ。あの、私仕事ではあるんですけど。そうなんや。ちょっと引っ越すんですけど、はい、家の位置がですね、はい、坂の上になることになります。山のてっぺんに家でなるんですか。まあまあ、それに近い。山の上とまで言わないですけど、丘の上に引っ越すことがありまして、地上からその丘の上まで約2キロぐらいの坂道があるんですよ。何アップ何アップ何アップかはちょっと数えてないから分かんないんですけど、でもさすがに私はええですわ。あいつにええですわ。車もあるしね。車もあるし、自転車乗りやし、ええんですけど、乗るの E バイクと返しか多分出てないから。ロングバイクとか乗らないもんで、ロードのデビューじゃなくて、あ、違う違う、じゃなくって、この非力なこの娘に、あの入学祝いにね、Eバイクを買い与えようかと思いまして。そういうことね。まあ、Eバイクやったら坂登れるし、登れるし、Eバイク何があんねん、実際乗れんねん、見れんねん、うわ、サイクルモードやったらEバイク乗れるって。今日のとかミッション伝えますね。はい、でちょっとこの後ステージに戻らないといけないんで、はい、あの、みっちゃんとしては、まあ、そんなに長持ちする。あ、はい。長持ちする。長持ちっていうのはバッテリーなのか、バッテリーが長持ちして、で、あの、学生なんでカバンがやっぱりあるから、カゴがつけれて、で、見た目が、この、まあ、好みで、はい、最後私のお願い、願いとしてはそんなに高くない。確かに親の願いはそんな高くないが一番ね。そう、そんなに高くない。あ、ね、はい、ね、まあ見つかるでしょう。だってサイクルモードですよ。そうやね、めっちゃ、あの、Eバイク今めっちゃ人気やからね。そう、あれよ、まあ、あのピンからキリまで、ピンからキリまで、あれよ。そうやね、なんでちょっと様子見に行こうかなと思います。じゃあ早速レッツゴー。ここが、ちなみにここがEバイクエリア。はい、アンケートお答えください。お願いします。いろんなメーカーある中で、ちょっとシティ寄りのマウンテンバイクではなく、スポーツ寄りでもなく、スポーツ寄りでもなくシティ寄りで、はい、目星見つけたんだね。駅まで、とりあえず駅まで、とりあえずそう、駅までです。はい、2キロの坂を登れる。まあでも体は大事やな。自分なんかで譲れないポイントやと思うんだけど、見た目あんまごっついのは嫌。ごっついの嫌。ごっついってどこまでごっついのというのかやな。はい、着きました、ここです。今ね、ここの子、次高校生になるんですけど、はい、Eバイクを探していて、入学祝いに買ってあげようみたいな話をしてるんですけど、はい、おすすめって何かありますか？ Eバイクで、はい、あのこのタイプはまずあのおすすめです。あれはあのハンドルだけが折りたためるんですけれども、このタイプは
軽い折りたたみの電動なんですね。はいはいはい、でこういったタイプなんかもよくあの乗っていただいてますね。これってカゴつけれるんですか？あ、できますよ。へー、こちらも。できます。こういったあのカゴが。ああ、いいね。なるほどね。はい。これちょっと見せてもらっていいですか？はい。クロモリっていうあの素材のフレームの素材になってまして、強度が強いんで細いパイプでできるんですね。だからすごいスタイリッシュに仕上がってる感じです。で、低床フレームなのでまたぎやすいですし、でハンドルを折りたためてコンパクトに収納もできて、で三段変速っていうのがついてますんで、ちょっとした坂道なんかは全然楽に乗っていただけますね。重さは重量は15キロぐらいですね。だから電動で15キロなんで、そんな重い話ではない。はい。これがバッテリー？そうです。どこで充電するんですか？これ取り外し式になってまして、もう家庭用の充電器で、専用の充電器をついてます。取り外せるのはいいな。取り外せますよね。さあ、自転車ごと充電するって大変やん。家の中入れてさ。これはそうですよ。ちなみに折りたためるのって、どの程度折りたためるんですか？あ、そう、ハンドルとサドルを下げる。ああ、まあもうレバーだけで簡単に折りたためる感じで、サドルもレバーだけでもっと。このままこうなんか車なんかに積もって。すごい。どれぐらいのバッテリーが切れた時に押さないんだけど、そうそう、もしバッテリーが切れた時に。モテるなるほどね。でも本体価格結構安い。見て見て、18、11万。安いね。もう価格がおかしいかもしれないけど、11万やったらいい。予備バッテリーで2万5000円くらい。おお。なるほどね。だからほんとこのちょっとスチール感もさ、かわいい。だってかわいいやん。いや、いいだから似合ってるか似合ってないか別としていいと思うけど、価格代だけで売ってるわけじゃないですよ。ハリークイーンです。訂正してください。はい、ハリークイーンでございます。米印入れてきますね。ハリークイーン動かしました。じゃちょっと広報に出させてもらって、はい、後ほどもしかしたら市場を、はい、ああもちろん出てください。はい、またありがとうございます。できたらやっぱりいろんな見とかなあかんから。そうやな、絶対来たもんだよ。私は好きよこういうの。これってさ電動バイクやな。一応普通自転車って書いてある。うん、じゃあちょっとなんかまだまだ入学に言わへんかって大事やから。そう飛ばされてるからやばいな。すごいでかいバイクみたい。原動機付きだ。これは原体になるってこと。ヘルメット、努力義務、免許不要のやつ。あ、免許不要なんや。で、行動 OK。 行動は普通の道 OK。 車道 OK。 車道 OK。 ナンバーはいる。あ、ナンバーいる。めっちゃ怖いのよ。原付と自転車の間みたいな。めっちゃ面白いねんけど。そんなんねんな。グッドデザイン賞。だってデザインめっちゃ綺麗じゃない。どう？私ら大人はさ、こういうのおもちゃ感覚で好きよ。どう？こぎ合わせどう？来てさ、これ乗ってたの。いやでもこれやったら やばいやつ。入学してきたってなるって。やばい。ライトも大きいから安心。夜も安心やな。めっちゃ安心。これはパネル速度とか、はい、バッテリー残量とか。何キロ走るの？これで大体50キロぐらい。シャドウですね。これで店まで。これで行く。あのここでウインカーとかも。あ、すごい。手信号せんでいい。手信号せんでいいやん。手信号上がります。心配やわ。そうね。怖い。
ありがとうございます。そうなんです。そう、実は編集長、自転車が好きすぎたでーす。はい、ありがとうございます。私行きますね。これ、これやね、一番大本命。ここは、ウィーモ株式会社です。ウィーモさん、ウィーモさん、めっちゃおしゃれよ、ね、あー、あの、一番の、はい、おしゃれで可愛い。ありがとうございます。じゃあ、簡単な説明を。はい、ベルトドライブ使ってるっていうところなので。あ、チェーンちゃうねん、チェーン、はい、だからチェーンがさ、チェーン錆びない、錆びない、はい、錆びないし、錆びない、汚れにくい。あ、なるほど。で、あと漕ぎ出しが軽い。あ、汚れにくいってさ、チェーン出てたらさ、油でさ、ここするやん。チェーン、そうそうそう、私だと、これはいいね。だいたい何キロ走ります？ですね、こちらバッテリー位置充電して最大で100キロまで。100キロ、はい、まあまあいけるね。はい、まあまあいけますね。はい、充電の仕方ってなんか気にされてるんです。はい、あ、こちらそれ家に持ってって で充電器させていただいて。ああ、予備バッテリー売ってるんですか？予備バッテリーも売ってます。こちらが、約4万円ということですね。で、車体は、車体に関しては19万8000円で、はい、出させていただいてます。で、ちょうど今、はい、あのキャンペーン期間中で、はい、若干安くなってます。あ、そうなんや。それスタート、あ、いいや、もう、ナイスタイミング、ナイスタイミング、マジで。そうですね。で、もう一つこちらのフレームの形 と上のパイプがないタイプもございまして。あ、はいはいはい、ないタイプがこれ、値段は一緒なの？値段一緒です。はい、変速は、変速は三段変速が、三段変速、はいはい、はい、これ何ですか？これがあのディスプレイなんです。何のディスプレイ？あの、これがですね、電源入れた時にこんな感じで、アプローチみたいな感じなんですけども、こんな感じ。あ、速度も出るの？はい、速度と、はい、で、今使ってるモードがどれ使ってますよっていうのと、はい、で、バッテリーの状況と、はい、で、あとはあの走って何分経ってますよって、電源つけてから何分経ってますよとか。これいいやん、いいやん、速度わかるしさ、もうだからあの、リアクションが、リアクションが違う。試乗してみていい？試乗大丈夫です。はい、じゃあ、お借りします。はい、いってらっしゃい。行こうか。持った感じの顔とテンションが全然違う。いやー、かわいい、これ。でさ、あれさ、休みの日にさ、お母さんと一緒に乗れるやん。それをしない。あかりさん、そう、あ、そう。じゃあ、あの、でも休みの日に友達さん飲みに行ったりとか。あ、そう。戻ってきた。どうやった？めっちゃ見てこの笑顔。ちゃうね。坂下って登り返しの坂長い。200メートルぐらいあるかな。登ってたん。どうやった？なんかほんまに自分乗ってるんかなって思う。乗ってんの忘れるぐらい。すごい、そろ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 。あ、そう、もうめっちゃ楽やった。だそうです、お母さん。あの、お母さん、あのね、乗ってるのめっちゃ似合えへん。似合うよね、似合う。せやね。カゴはつけれる。チェーンは、ベルトだから足汚れない。錆びにくい。で、だんだん。あと、しかも100キロ走れるのが結構でかくなる。予備バットに積んでたら、琵琶湖できる、琵琶湖一周できるすることあるかな。え、ないの？いや、でもさ、多分さ、かかってもらうってなったらさ、なんか借り出される。借り出されそう。マジか。あんな買ったったやろ、みたいな。いいやん、いいやん、せっかくハイブリッドしたら。いいバイクなら、まあ、まあ、そやそや。予備バットリーは母に持たせて。あー、それいいかも。ありがとうございます。本当にありがとうございました。めっちゃ良かったです。あ、良かったですか。カラー、何色あるか教えてほしいです。5色あるんで。めっちゃ色あるけど、はい、めっちゃ色ある。これが元々のこのムーンストーンですね。はい、で、それから、こちらの、まあ全部あの、ちょっと、キラキラしたようなパール面を入れてますんで、はい。はい、
じゃあ、あの母親にめっちゃ勧めときます。すごい乗り心地も良くて、はい、はい、よかったね。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうも、お察し、お察し、皆さん、お母さん、お母さん、お察し、あの決定ということで、まあ春からもしかしたら乗ってるっていうところかもしれないんで、お母さんよろしくお願いします。まあだからさ、犬使ってもらったら一緒に走ろう。あ、プラス、もったいない。あ、確かに。うん、だからなんか春になったらおしゃピクみたいな感じ、おしゃピクサイクリングみたいな感じで行こうか。な、まあ、高校生やしだ。距離もちょっと考えた。ああ、わかった。距離も考える。楽しいところを考える。スイーツとかやろ。女子高生やったらスイーツとか、かわいい動物とかやろ。はい、ということで、まあ、この春、おめでとうございました。こちらも購入ということで。お願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、チャンネル登録と高評価よろしくね。お母さんちゃんとできたよ。お母さん自転車決まったよ。バイバイ。待った。終わりました。あ、はい。終わりました。今ざっくりだけ話聞いたけど、何に決まったって。いいもの、いいバイクです。はい、決まったみたいです。今終わって帰り道の道中で話を聞いているんですけど、いいの見つかってよかったねって、分からへん。買うか分からへんね。ちょっと何も聞かされてないし、映像も今見てない、映像も見てない状態で、あの話だけ聞いてるんですけど、とりあえずいいのがあったっていうことだけ聞いて、何も知らない、値段も知らない、詳細も知らない状態です。ちょっと分かんないんですけど、どうする、これ、買った動画上げた方がいいんかな。でもなんか恋愛が見たら、ああ、いいね。本当にそれを買ったかどうか。または、朝日とかで、電動ママチャリみたいなの買ったかどうか。ちょっとなんか何に乗ってるか分かんないですけど、おしゃぴくじゃあ次次回出てくれんの？まあ、おしゃぴくできるんやったらしようかなって。とりあえず最後のモードお疲れした。お疲れした。じゃあね、また次回。